Well, welcome to our session, Harmonious Community in Japan. というわけで、ここからは日本語のセッションになりますが、I can speak English a little bit, so if you have questions after the, maybe you can ask about, for me after this session, or, you know, we're going to have the beer party. At the time, maybe you can ask about me. So, I'm sorry, you don't understand the Japanese, you know, languages. It's not a matter, you have a question, ask me later. Okay. Okay? というわけで、始めます。今回はですね、私、今、紹介あった通り、私は今、ベニーさんの話が、まあ、ベニーさんはアルバリアスファンデーションのチェアマンであって、で、イゴールさんは、ちょっと、まあ、特殊と言ったら失礼ですけど、ファウンダーであり、クラウドリナックスの CEO であり、そして、プラチナパートナーのメンバーでいらっしゃるんですね。で、私は、サイバートラストのプラチナパートナーのメンバーの代表として今回スピーチさせていただくという立ち位置になりますので、ちょっとその辺が、複雑になってますけども、そういう立ち位置でお話しさせていただきます。でちょっとノリがですね、私こんなノリで書いちゃってるんですけど、私自身はまあ後で出てきますけども、ずっとOSS ベースのビジネスデベロップメントをやってきた人間になります。で今回ですね、ちょうど、まあ、1年ぐらい前からアルバリアスクラウドリナックスさんとお話しさせていただいて、まあ、正直言うと本当にゴールさん、ベニーさんに一目惚れして今回に至ったっていうのは正直なところでして、ね、ここまで非常に私も皆さん信頼させていただいてますし、ここまですごく非常によくやらせていただいているなと思っております。でこの後はですね、意外とベニーさんもエスティバンズ、イゴールさんもしっかりその後にご説明いただいたので、軽くですね、ご説明していきますけど、私たち自身のことをちょっとだけご説明させていただきます。なんでサイバートラストがミラクルやってるのっていうのが、まあ、ここで言うと私ぐらいの年齢の方しか知らないのかもしれないですが、もともとは日本オラクルが、オラクルデータベースをちゃんとエンタープライズで作るためにできて、作った会社がミラクルリナックスコーポレーションであり、そこでできた OS がミラクルリナックスディストリビューションというのはもともとです。それが2000年にできたということです。でそこから紆余曲折あって我々、まあ、おかげさまで独立して、その後 SB グループに入って、2017年にですね、我々当然エンタープライズだけではなくて組み込み領域まで私たちは技術力を使ってですね攻めてきましたので、IoT の組み込み領域プラス、まあ、証明書っていうビジネスをさらに立ち上げようということで、巨大会社のサイバートラストと今回一緒になったっていうのが、まあ、6年前です。なのでサイバートラストという名前なんですけど、私たちは、まあ、ディストリビューターとして長年ずっとやらせていただいてるっていうのはちょっと特殊な感じになっていると思います。でその後は先ほどお二人の方から話があった通りですね、紆余曲折あってですね、我々というのはアルバリナックスファウンデーションに参画するというふうになっています。でミラクルリナックスもとはいえあまりご存じないかもしれませんけども、実はしっかり継続させていただいています。ちょっといやらしい言い方するとですね、レッドハットさんよりも長くエンタープライズでリナックスをやらせていただいていまして、先ほど、まあ、イゴールさんからありましたけど、私たちの最初のレッドハットベースは 7.3 からです。まだその当時エンタープライズ出る前からですね、私たちはミラクルリナックスというものを、まあ、主にエンタープライズ領域に向けにですね、ディストリビューションを始めていただいております。まあ、その後皆さんまあご存じの通りですね、NFH さん、デル HP さんの、まあ、レッドハット OEM がどんどん浸透して、我々の方はなかなかシェア伸ばせないというところがあってですね、実は今どこで使われているかというと、産業領域で多く私たち使われているディストリビューションになってますので、あんまりご存じはないかもしれませんけど、結構皆さんの身の回りのところで、基幹システムで使われているディストリビューションということです。で、あとは私たちソフトバンクグループでもあるので、そういう意味では、まあ、ソフトバンクグループの大手さんのところでもしっかりお使いください。で、ここもですね、イゴールさんの方、またベニーさんのところでお話あったと思うんですけど、まあ、やっぱり皆さん考えているところは、まあ、ポイント同じでして、まあ、日本側からの目線から言うとですね、やはり先ほど申し上げたとおり、2000年に入って IT バブルが弾けた後に Linux が浸透していって、まあ、NFH さんの OEM のレッドハットがずっと浸透していって、でその中 CentOS というプロジェクトが先ほどのイゴールさんの話のとおりスタートしたというのが2000年でございます。
でその後、まあ、ポイントだけかいつまんでいきますけども、2009年にセントエースのリーダーの方が行方不明になって決算できないどうのこうのっていうのでちょっとバランス崩した、まあ、5人でやってるっていう時もあったと思うんですけども、そういった事件がございまして、その裏側でニコールさんのクラウドリナックスコーポレーションが立ち上がって、ここから彼らはクラウドリナックス OS っていうディストリビューションを開始しています。なので、クラウドリナックスもそういう意味では所有ディストリビューションとしても13年、14年の歴史を持ってますし、私たちも、まあ、20年以上のディストリビューションの実績を持っているというのは、まあ、共通点になるかなと思います。でその後、日本で一つポイントになるのが、やはり2014年ですかね。ここもイゴールさんのパワーポイントでもありましたけども、レッドハットに、ビロングでレッドハットになったことで、よくも悪くもやはり日本のお客様というのは、やっぱりお墨付きが欲しいので、レッドハット参加のセント OS、つまりレッドハットクローンですよねっていうところが一つのお墨付きになって、まあ、数多くの ISV さん、HV さんのサーティフィケーションがセント OS をしっかり、まあ、捉えていく状態になって、結局はちょうどこのタイミングで出たのはセント OS7 なんですよね。なので、セント OS7 にレッドハットから皆さんが移行していったっていうのは、実はこの10年間だったっていうのが、まあ、大きく言うと今のセント OS の企業での使用っていうのはそういった背景から出ています。でそのタイミングで、2020年に、セント OS は終わるよと、で2023年にいやいやクロームも終わるんだという話があって、ちょっと混沌したっていうのが今の状況を表すかと思います。で、ディストリビューションだけの経緯だけ言うと、もうお話した通りですね、私たちは2000年からやらせていただいてますので、おかげさまでもう丸24年目に入りました。レッドハット、もう正直言うとですね、最初はターボベースですね。で2年後にレッドハットの 7.3 ベースに変えて、早23年やらせていただいています。で、クラウドリナックスさんは、セント OS ベースで、クラウドリナックス OS というディストリビューションを2010年から始められていますので、ここで何を申し上げたいかというと、私たちはどこが強いかというと、産業領域なんです。で産業領域で長期で提供していくっていうディストリビューションを長年、まあ、私たちと関係の深い NEC さんであるとか、まあ、そういった産業系のいわゆる充電系のベンダーさんと組んでやってきたっていう歴史が広く強くあります。一方でクラウドリナックスの強みっていうのはホスティング向けにやってきてるっていうのが強みがあって、それはそれで実はすごくセキュリティが厳しくて、アップデートも早く出さないといけないという結構厳しい環境でやられてきているという意味では、まあ、長期サプライするということと脆弱性すぐクイックに対応するという意味では、まあ、結構同じところを見てやってきたというのは結果的にはあったんだなとは思っています。であとはまあこの辺はいいですかね、まあ、すでにご説明しているので、まあ、後でまた出てきます。まあ、そんなこんなあって日本の IT 業界の中ではまあ特にまあ、私たちは IT 業界はもっと広いので何とも言えませんけども、 Linux 界隈の人からすると2020年ですよね、いきなりセントOSバーンと言われるのが12月に発表されてどうしようという話があって、2023年に今度はクローンも禁止だよという話があって、クローンにしようと思ってたんだけど…っていう状態がおそらく今またはこの2年間ちょっと混沌としているというのが、まあ、今の状況かなと思ってはいます。でここはまあ時々使うスライドなんですけど、私たちの強みですね、まあ、ちょっとクラウドリナックスの前であんまり自慢するレベルではないですけど、私たちサイバートラストというのはミラクルリナックスディストリビューションを持って、当然もうオンリーワンのディストリビューターです、日本の中でですね。私たち24年間ですねサバイブしてきてですね、唯一のディストリビューターとして頑張っております。で最長今16年延長サポートというのをすでに提供しています。これから提供するわけではなくて、もうすでに提供を完了しているものです。でこちらに関してはこれからまたさらに3年するというものになりますので、私たちは長期サポート提供というのはそういう意味では私たちが一番得意なという領域ではあります。そして100というのは私たちも Linux エンジニアは非常に多く抱えております。ちょっとクラウド Linux と違うのは幅が広いです。私たちはエンタープライズだけではなくて組み込み領域に結構エンジニアを抱えていますので、この後出てくるような OSS のコンプライアンスであるとかエンベデッド向けの SBOM であるとか、そういったところも含めたコンサルテーションができるような Linux エンジニアっていうのを抱えているっていうのが、まあ、一つ大きなポイントかなと思います。でそういったところも含めて一つの
なんていうんですかね、組織でというか一つの会社の中で、提供できているっていうのはおそらく日本の中ではあまりっていうか私が知る限り他にはないのかなと思っています。であとは今動いているサーバーで私たちが何かしらサービスを提供しているのは30万サーバー、確かクラウドリナックスさんは90万サーバーなんでちょっと少ないですけども、30万サーバー私たちのサービスをご利用いただいているというのが実情です。というわけで次なんですけども、ではあの私たちがあのどういう、まあ、関係性をクラウドリナックス OS のファンデーションと、またはあ違いますね、アルマニアスファンデーションとクラウドリナックス社とどういう関係を持っているのか、ちょっとねこの辺コンプリケーティッドなので非常に時々質問もあるんですけども、一つは大きくは私はビジネスの人間でございます。なので私が推進してきたのはクラウドリナックスのイゴールさんとサイバートラストで彼らが持っているようなあの Linux セキュリティのソリューションを、まあ、日本で総代理店としてビジネス展開していくっていうのは私の強いモチベーションで当然ございます。でそれとは別に当然私たちは長年繰り返しになりますけどディストリビューションを提供してきましたので、まあ、先ほど申し上げたように私がやっぱり非常に感銘を受けたのはアルマ Linux がやろうとしていることはミラクル Linux がやりなかったことなんですよね。S5 を生成するであるとか FIPS を出すであるとか、まあ、当たり前にあのセキュリティとしてのエラッタを出すとか、まあ、そういったところの管理っていうのがあの非常によくできているっていうところは私たちとしては一歩先行かれているなという感覚もありつつも、できればなあのビジネスだけではなくてイゴールさんがきっかけを作ってくれたアルマリナックスというところに私たちも参画するというのを合わせて私たちはディシジョンしたっていうのがあの一つ大きなところです。なのでちょっと分けて考えなきゃいけないのはビジネスレイヤーの話とファウンデーションとしての私たちがプラチナパートナーとして参画したっていうのはまたそれぞれ別の独立した話で存在します。で、先ほど来お話があった通りですね、アルマリナックスファウンデーションというのはなかなか皆さん言わなかったんですけど、ロッキー・リナックスさんはやっぱりファンデーションというのはやっぱコミュニティではなくてカンパニーがやってるコミュニティなんですけども、あくまでもアルマリナックス OS ファンデーションというのはお二人がおっしゃったとおり非営利団体が実施しているファンデーションになります。あくまでもここは中立なあのファンデーションの組織になっていて、ここに対して企業であるとか、まあ、プラチナパートナー、ゴールドパートナー、シルバーパートナー、そしてスポンサーの皆様に入っていただいてOS をどこに導いていくのか、例えば今であればじゃあセキュリティに特化していこうであるとか、より修正を早く出していこうっていうのをリニーさん中心に、ボードメンバーでそのあたりを、まあ、決定して、決定したものをコミュニティの中で開発していくということの、この仕組みをすでにもう2年半ぐらいも回っています。で我々がまだ新参者で、5月に発表させていただいて怖い顔をしている吉田はそこに座ってますけど、OSS の事業開発本部の本部長の吉田が今ボードメンバーのエレクションに今手を挙げていますので、ちょっと決まるかどうかはまだこれからですけども、ボードメンバーの一員として私たちのメンバーもファウンデーションのボードメンバーに今参画するように今努力しております。合わせて、私たちは、ファンデーションを決めたものに対してしっかりですね、先ほどイゴールさんからも話がありましたけども、なかなかやっぱりこれ作っても大変なことですよ。で新しいこともチャレンジしていますので、当然クラウドリナックスであるとか、サイバートラストっていうディストリビューションをやってきたディストリビューターエンジニアって結構特殊なんですよね。実は意外と知られてないんですけど、そういった人材が入っていかにこうディストリビューションを作っていくのか、またはビルドシステムをいかにこう効率的にやっていくのか、それこそ自動化していくのかっていうのも含めてこのコミュニティの中で実装していってるっていうのがまあ実情です。で加えて、まあ我々スポンサーだけじゃなくてボランタリーで入っているメンバーとして、言ってしまうとレッドハットのメンバーの方であるとか、ユーロリナックスのメンバーで入っている方であるとか、まあ、他のディストリビューションをやっている方々も参画いただいて、一緒にコミュニティで彼らのノウハウをつぎ込んで、コミュニティを運営している。で、まあ、アンドリューさんがアーキテクトとしてリードしてくれてますけど、この後アンドリューさんがプレゼンあると思いますので、ぜひ多分難しい話だと思いますけど、 He speak about
ABI, compatibility thing, right? It's interesting, but I think it's エンジニアにじゃない方はちょっと難しいかもしれないですけども、すごく優秀なエンジニアアンドリューさんに引き捨てられて、まあ、我々皆さんで新しいことにチャレンジするっていうことをずっと続けているディストリビューションだと私は思っています。繰り返しになりますけども、ビジネスはビジネスとしてやって、ファウンデーションはしっかりと非営利団体としてファウンデーションを作ってやってるということです。で、ここに対しては私たち企業が言うことは何もないです。プラチナメンバーとして参画して、その中で適切な、メンバーシップの中での意見を言うという立場を持っていますので、そこはちょっと図が分かりにくくてあれなんですけど、誤解ないようにというところです。一つ忘れましたが、大きな大方針で、私たちミラクルリナックス23年やってきてましたけども、今後アロマリナックス、私先ほど申し上げた通りですね、アロマリナックスの方向性、私たちとしては一緒にやっていきたいと、もう最終的にはアロマリナックスにマージしていこうということを決定しております。で、この辺はまあちょっとマーケティング的なことであれなんですけど、まあ日本はアロマリナックス結構人気が高いです。なぜならば、よくも悪くもクラウドリナックスの存在がやはり一般のコンシューマーであるとか、まあ、サービスであるとか、そういった皆様から、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと誤解ではないんですけど、繰り返しですけど、アロマリナックスはファウンデーションがやってるディストリビューターなんですけど、企業がやってるイメージがちょっと出ているのかなというのは正直あるかと思います。まあ、その結果として日本では、アロマリナックスの、まあ、これ Google 検索になりますけど、人気は高い。し、まあ、直近ちょっと調べてみたんですけど、オープン ELA あったんですけど、ほぼ変わらない状態で今来ているかな。それもちょっと見て分かるとですね、グローバル系はあるのは若干少ない 44% ぐらいですけど、ジャパンは 57% ぐらいで推移してる、まあ、これは一つの参考事例ですけども、あまり変わってないというのが正直なところです。で、ここについてもいいですね。ほぼほぼイゴルさんまたはベニーさんの方でしっかりご説明させていただいたフォローとしては、まあ、ここはもう先ほど申し上げたとおりですね。で、あとは数多くの支援企業についても、先ほどイゴルさんもお見せいただいたプラチナパートナーがあって、ゴールドパートナー、シルバーがあって、ちゃんと、まあ、このあたりはしっかりイゴルさんコントロールされているところというか、まあ、ファンデーションとしてコントロールしているんですけども、本気でやる気あるパートナーさんをしっかり選んで募集しているというのは私はそう感じています。ちゃんとプラチナパートナーに関してはコミットメントしますよ。私たちは Linux ディストリビューションで OSS セキュリティコンプライアンスをやりたいという思いで彼らにオファーリングしています。なので私たちはそこをコミットしたいから一緒にやろう。なのでそういったモチベーションなり、こうなんていうんですかね、意図がある人を選んで入るっていうのが多分今回アルバムのやつのちょっと特殊なとこかな。言い方悪いですけど、お金さえもらえばいいですよっていう、全くそんな集まりではないです。当然クラウドの大手のパブクラさんとかにも支援いただいてますけども、そこはそこまで実はスポンサーシップいただいてますけども、なんていうんですかね、実際の取り組みとしては本当にモチベーションが高いメンバーでやらせていただいてるっていうのが正直な、あと20分でね、はい、ちょっと大事なところになると、ちょっとこの辺りはミラクルリナックスにとってアルマリナックスと一緒になってどうだったかっていう話をちょっといつもご説明している資料になるんですけども、一つは我々から見てアルマリナックスさんに対して貢献できていることとすると、当然私たちちょっと言い方がちょっと偉そうですけども、とは言っても24年間やってきてますので、極端な話ですよ。本当に極端な話ですけども、クラウドリナックスさんがもし仮にアロマリナックスから抜けたとしても、私たちでも維持はできます。なぜならばずっとやってきてるからです。どうやって維持するかは私たちが知っています。なのでそこはやはり、なんていうんですかね、コミュニティの、コンティニューっていう意味では非常に堅牢になったと思います。で、逆に私たちが弱いのは、まあ皆さんよくご存じのとおり、我々はドメスティックな会社でやっているディストリビューションです。それに比べてですね、当然先ほどベニーさんがお見せいただいたグラフのようにですね、ミラーサイトは私が知っている限り300ぐらいあるんですね。で、おそらくアクティブなユーザーは500万ぐらいいらっしゃるんです。
なので相当数の数がやはり使っていただいているのはやっぱりこのユーザーベースが高いっていうのは直接的にやはりサーティフィケーションに直結するっていうのはやっぱり世の常なんですよね。で私たちはどう頑張ってもドメスティックのところだとやっぱり限界があるっていうのが正直なところで、今回の組み合わせによって日本のお客様に対して手厚い支援を私たちが直接ジャパンでできるし、かつアルマリナックスの皆さんと組むことによってヘッドクォーターに対して直接ファンデーションとコミュニケーションを取ることによって日本のお客様に対して安心安全のサーティフィケーションをご提供できる環境ができたなというのが私の一つの大きな成果かなと思っています。で最後はこれ見てる先お互い一緒だったねっていうのでこれ相思相愛だと思います。コンプライアンスのところをこれ強調していこうっていうのは私も私たちもミラクルリナックスもアルマリナックスも結果的には同じところ見てたんだなというところがあると思います。私たちも PIPS の1403実は組み込みでやってますし S ゴミに関しても注力してやってますし彼らもやってると、でそこに対してこれからどん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 エンハンスしていくっていうことは当然考えていると思います。でミラクルはどうなっているんだっていうのをちょっと一番挟んでおきました。正確には天からですね完全に一つのディストリビューションになっていきます。それまではシンプルに言うと我々サイバートラックとしてはディストリビューションを2つ持ってきますし、基本的には SLA は同じものを提供していく方針に考えています。ただまあミラクルリナックスというブランドがおかげさまで非常に産業系では一定の領域ではブランドとして持ってますので、私の思いとしてはすみません括弧仮にしなきゃいけないんですね、ちょっと製品だと怒られちゃうので、私の思いとしてはアルマリナックスのエンタープライズの機能プラスやっぱり産業では必要な機能ってどうしても出てくるので、リアルタイム機能であるとかそういったものを付け加えたものをミラクルリナックス店としてやっぱり世には継続していきたいという思いは当然私たち長年やってますので思いとしては持っているということです。うわですね、サイバートラスト我々が貢献しているところを主にちょっと3つ挙げさせていただきました。で1つは私たちが入っている、まあ、名前どうしようマットさん と岩尾さん、まあ、2名入っていただいてますけども、主に今アームのところであるとか、あとは S ボム周りですね、この辺り注力してやっていただいています。特にアームに関しては一部の方はご存知かと思いますけどもう1回来てます、アームサーバー。でここはですね、アルマリナックスはいち早く ARM についての取り組みを始めていますので、私としてはぜひここもう一回やっていきたいなと思ってますし、そこに対するなんですかエンドースメントというか我々、コミュニティの中での活動という意味では岩尾さん中心にここをやっていただいている。であとは SMOM 周りの SPDX 対応、日本だと SPDX がやっぱり主流になってますので SBOM、アルマリナックスも提供してるんですけど、サイクロン DX ベースだったのを今回 SPDX 版もマットさんの方で提供しました。でこれはまた次のセッションで話があると思います。であとはここは私がこだわって井上さんと言ってたんですけど、どうしてもサーティフィケーションは日本では必要なんだということを強く言わせていただいて、これはアルマリナックスについても多分グローバルでも多分必要なことだと思っています。でこの取り組みはもう早速始めさせていただいていて、私たちができなかったことはジャパンからジャパンディビジョンに相談してダバンディビジョンからヘッドクォーターっていうことはもうこれナンセンスなんですね、やっぱりね。なのでこれ私たちがやろうとしているのはアルマリナックスファウンデーションとしてヘッドクォーターに直接アプローチしてお話しさせていただいて、ディスカッションしてしっかりサーティフィケーションを一個一個しっかり取っていくっていうのをここは好きなくやろうと思っています。日本のお客様はハードウェア含みですね、特にセキュリティ、バックアップ、ここはやはりある程度お墨付きがないとなかなか導入できないと私もミラクルリナックス20年やってきてよく分かります。常日頃言われていることなので、ここはしっかり、私もイゴールさんとも注力してやっていきたいなと思っております。でこの辺はもうちょっと一般的な話を飛ばしていきますけども、まあ脆弱性増えているよねとかですね、でこの辺も日に日に増えているので、ここはクラウドリナックスさんから のサイトからの情報ですけども、 CV7 以上の脆弱性っていうのはこれだけ出てるんですよね。日に2件出てるっていうのが、まあ、正直なところで、まあ、当然
新しいバージョンになればなるほど脆弱性の数って当然出てくるので、まあ、このケースはどん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 加速していくんだろうなと思っています。で、これまで皆さんのご体験している通りですね、毎年2、3件こう非常にでかい脆弱性が出てきてますけども、今年のケースでいうと CVSS10 ぐらいのやつがもうポン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 出てきている状況ではありますので、多分もっと増えていくと思います。なのでこれに対してどう対応するかっていうのは、我々アルマ Linux ファウンデーションないしはアルマ Linux コミュニティに関してはここに注力することをコミットメントしています。というわけで、まあこの取り組みに関してはイゴールさんがちょっとオブラートについてご説明いただきましたけども、まあ、レッドハットさんとしては、まあ、ここにいる皆さんはもうご存知かと思うので詳しいことを話しませんけども、レッドハットさんの大きな方針としては6月27日の発表の通り、レッドハットクローンは原則禁止ですというのが大前提であります。それに対してロッキーさんはレルクローンを継続します。でスズエさんとオラクルリナックスさんに関しては、ちょっとスズエさんはまたちょっと違うんですけど、オラクルリナックスさんに関してはレル互換をやりますという話をさせていたのが、まあ、前半部分ですね。で後半はイゴールさんの方でありましたけど、あまりこうご質問はなかったんですけど、オープン ELA 立ち上げて、もうシンプルに言うとレッドハットさんに対するセント OS に近いエコシステムを作る組織を作ろうとしてるっていうのが、まあ、大きな大方針なんですね、オープン ELA に関して。でそこに対して当然アルマリナックスも入ってくれという話は当然いただいてはいるんですけども、一番やっぱり理解していただきたいのは、私たちはレッドハットのポリシーの中でレッドハットさんのレギュレーションに沿った上でレッドハット互換を出すっていうのは大命題です。もうそれが最優先です。なので彼らのところにそれが守られないんだったら入ることは絶対ないです。私たちはレッドハットさんをある意味認めてますし、彼らのレギュレーションっていうのを私は理解できますし、そこに対して相対するような立場に立ろうとは私たちグループみんなそう思ってますので、イゴールさんがお話した通りそういうポジションを取ってきますので、ニュートラリティを持ってポジションを取るという方針でございます。というわけでちょっとこの辺りもさっきちらっとイゴールさんが出ましたけども、ちょっとこの辺りの仕組みはあんまり絵では書いてなかったんですけども、まあ、今のアルバリナックスってオートストリームから取ってきているのと、ここにないものは当然他のアップストリームから取ってきてますし、参照するものとしてはレッドハットのエラッタであるとか、レッドハットの UBI とか、そういったものを一部参照しながら今アルバリナックスを作っていかれているんですけども、何がすごいかっていうと、先ほどもありましたけどもスピードが圧倒的に速いの。それなぜかっていうとレッドハット見てないからです。ストリームを見てるからです。しかもストリームにもうアルマリナックスの人材も入れていっているので、そういう意味ではストリームベースで見ているのは多分今後もっともっと速くなっているっていうのと、結構すごいのがこのマイナーバージョンもメジャーバージョンも、先ほどの6月21日のレッドハットの発表後もやっぱり速いんですよね。5日で出してますからね、9.3 が。ここは本当に私たちからするとアメージングなところですよね。11日でメジャーバージョン出してきてますので、ここのやはり何て言うんですかね、仕組み、ビルドシステム、ないしはその辺のプロセスっていうのは相当オートメーション化が進んでるっていうのが、なんか私が大賛成なんですけど、エンジニアメンバーが分かってると思いますけど、このあたりがやっぱりアルマリナックスのバックボーンであり、一番の強みだと思っています。はい。なので、ちょっとこういった仕組みがあればですね、今後も間違いなく継続していくし、これまでも何の問題も起きてないというところです。まあちょっとビジーですけど、なんだかんだって書いてますけど、まあ、ここだけですかね。あとの方針を尊重するかというと、私たちは尊重します。で彼らが尊重するかというのは、ちょっと私はここは伏せておきますけども、オープン ELA さんに関してはエコシステムを作ろうとしているというのは間違いないと思っていますが、私たちはそうではないと思っているので、レッドハットさんのレギュレーションに沿ってやります。その上 でちょっと言い方がきつくなりますけど、レッドハット ELAELS に依存することなく脆弱性に対するクイックな対応プラス、特に欧米で必要になってくるのが FIPS の対応というのをすでにもう実装しています。でこれから日本もレギュレーションで入ってくるでしょう。高齢化もすると思います。でそれに対してはもうサービスにしています。アルバリアスに関してはこれは無償で出てます。リストリビューション自体ですね。
で SBAM 提供もやってるっていうところで、まあ、こういったレギュレーション周りに特に注力しているっていうのがもう一つの特徴かと思っています。そうですね、ここもあの最初にゴールさんたちに見せたスライドですけども、お互いやってるとこ近いよねと、まあ、キーワードとしては超長期サポートであるとか脆弱性の管理とか SBAM であるとか PFS であるとかサプライチェーン管理とかそういったところの考え方はまあみんな等しいよねというところであります。でこれはちょうど一昨日終わったあの OSSJ のセッションですけど、私たちサイバートラスト、もうここ私も出てます、ここベニーさんと一緒にやらせていただいて、あのすごい私すごく緊張して変なこと言っちゃいましたけど、はい、結構みんなあの我々も OSS 活動に注力して、特に SBOM であるとかセキュリティ周りに注力しておりますので、ぜひ今後も注目いただければなと思っております。というわけでまとめるとですね、先ほどのイゴールさんの資料にもございましたけども、あえて日本語でなると当たり前品質というところで言うと、まあ、当然得られた情報は一般公開します。オーバルベースでの脆弱性評価というのは当然やってます。でスキャップのワークベンチ、ワークベンチでの採用というのももちろんやってますし、 Google の OSV スキャナーも採用してます。ベースの提供も最近の GX と SPDX も採用してますし、何よりも FIPS の一応マスも採用してます。プラスあのなんか繰り返し言うとなんかしつこいですけど、ハートさんと共に行くっていうのは大前提になって、ちょっと言い方悪いですけど、レッドハットさんはレッドハットさんで、我々は我々でしっかり脆弱性を出していくっていうことです。で一番のポイントは、ちょっとどっかで書いてあるんですけど、まあいいや、一つポイントになるのは、セントエストリーム5っていうのは6月に終わるんですよね。これってレッドハット8の10でストリームがその週からスパッと終わるわけですよね。ってことはそこからアップデート出てこない、どっからも。それアップストリームすらないってことになる、ストリームという意味で。それに対しても私たちはできるんですよ。なぜならできる体制作ってるから。なのでちょっとここで言うのが正しいかどうかわからないですけど、多分 X デーというのは CentOS8 のストリームが終わる5月の31日以降継続できるディストリビューターはどこがありますかといったときに、私たちのような組織的にもうやってるところ以外であれば、本当に頑張ってレッドさんと喧嘩するクローンを継続するのか、はたまた本当に私たちと同じように他のアップストリームから脆弱性を取ってきてちゃんと維持できるような体制を組む会社、まあ、組むコミュニティっていうところしかやっぱりやっていけないような時代になってきて思いますので、ぜひ皆さんに注目いただきたいのは、その来年5月の6月31日ですね、ここでやっぱり10が終わりますので、その後どういう動きが出るのかっていうのはぜひぜひ注目いただければなと思います。で私たちにしてみるとこれ普通な話なので、特に何も驚くことではないので、継続してアップデートは継続していきますので、そこはご安心いただければと思っています。まあこれはいいですかね、サポートいっぱいやりますので、まあ、ここもうちのメニューなんで、うちのサイトを見ていただければいいと思います。で、まとめですいません、ゴールさん、I'm sorry, I would accept your I take a picture yesterday 山手さん、ランタイヤ yesterday そういうわけで、はい、サーティフィケーション頑張りますよというのはもちろんですけれども、アロマリナックスというのは、レッドハットのレギュレーションには別にこだわってないんです。CVSS7 以上のものに関しては、脆弱性を出すというポリシーでやってます。なぜかというと、もう私たちというか、あとクラウドリナックスさんを含めて、レッドハットだけにこだわってない、正直なところ。他のディストリビューションに対しても脆弱性を出してくる、修正出してくるという思いがありますので、当然、レッドハットのクライテリアではなくて、CVSS の同じようなものに関しては推奨を出してきますよ。あとはこれ、先ほど言った通りですね、A というのが終わるときにできますかということ。で、あとは私たち言っても、もう今100名超えてきましたけど、Linux の会社ですね、私たち唯一の。なんとか、もっともっとクラウド Linux、アルバ Linux に貢献していこうと思ってきますので、ぜひですね、セキュリティ部分であるとか、ビルドシステム自動化であるとか、そういったところは積極的に、まあ、取り組みをしていきたいなと思っております。私たち、アロマリナックスファウンデーション、ないしはコミュニティが目指す世界というのは、もうここに書いてある通りです。
Linux を安全長期に利用する世界を目指したい、もう Linux に関しては、まあ、正直アルマ Linux だけに答える必要はないと思っています。で、私がイゴールさんやベジさんと一緒に働いてて思うのは、アルマ Linux is all about integrity っていう前回の発表で私言いましたけど、全てはやっぱり誠実に物事を進めようっていう大方針でやっぱりイゴールさんやベジさんは進めてますし、私もそう思ってます。なのでまあ他者のことは言いませんけども、私たちは果ててはないですけど、着実にアップデートができる仕組みをエンハンスしてきますし、スピードアップもしてきますので、ぜひですね、そういったところに興味があるという方は参画いただきたいですし、彼ら一生懸命頑張ってるなと思ったらぜひツイートいただいて、私たちが苦手なところのマーケティングやっていただければなと思っておりますので、ぜひ今後ともアルマリナックス、あとはクラウドリナックスとしてサイバートラストをぜひ注目いただければなと思います。はい、すいません、長くなりました。私からのプレゼンテーションは以上です。ありがとうございました。